新年明けましておめでとうございます。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。新しい年も、この新しい賛美をこの番組を通してお届けしたいと思っております。今日1回目、新年1回目の放送では、ニューヨークから西村明子さんをお迎えしております。こんにちは。こんにちは。そして、姉も、クリスマスに引き続き、はい、着物で出てくださっています。ありがとうございます。西村さんは、はい、我が魂の賛美の、初期の頃ですね、一回去年出演いただいたんですけれども、ありがとうございました。すごく反響がありまして、ありがとうございます。私の周りでも本当に良かったと。はい。そしてなんかスタッフの方がね、西村さんの歌を韓国語に訳してそして歌ってくださってるんですね。本当ですか。はい、嬉しい。だからそれぐらいもう何度も何度も聞いてくださっていて、本当に嬉しいです。本当に知れて嬉しいです今。そして、はい、なんかその時からですね、新しい番組ということで、何もないところから作り上げてきたんですけれども、なんか知らぬ間にデジタル放送になりまして、すごいです、ね、ちょっと時代がこう変わって、そして釣りも良くなり、はい、そしてスタッフもなんかこういつの間に増えて、いろんな機材面でもですね、充実してパワーアップしてこの番組お届けしているんですよ。素晴らしいですね。しかも、昨年のCGN テレビの中のなんかベスト、作品賞っていうなんか賞をですね、素晴らしい、いただいたということで、ありがとうございます。本当にスタッフの皆さんですね、本当に陰でいつも動いて、本当にですね、この番組を見ているだけではわからない陰での多くのですね、労力をこの番組に費やしていただいて、成り立っています。本当におめでとうございますというか、いつもありがとうございます。ありがとうございます。そして、見てくださっている方々もですね、徐々に増えてきていまして、なんかこの賛美の輪が広がっているなっていうふうに思うんですけれども、今日は新年のまず本当に1回目の放送ということで、賛美歌をまず初めに歌いたいなって個人的に思ったんですね。ではまず、賛美歌メドレー、どうぞお聴きください。罪とがを許され
I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus this world affords today. This world affords today. はい、ということで、賛美歌メドレー、まず、罪咎を許され、そしてキリストには変えられません、この2曲をメドレーでお届けしました。お二人にとって、なんかこの曲っていうのはすごく特別な曲ですか？そうですね、特に罪咎を許されの方は、私が初めてニューヨークに渡ってあちらの教会で歌った曲なんですね。あ、そうですか。はい、でやはりあちらの方にもこの曲っていうのはすごくポピュラー で、うん、でそれをあえて日本語で歌って、でサビになって英語に戻して、うん、で英語になった時にみんながうわーっとこう盛り上がるという、うん、それ聞いたかも。あ、本当ですか。もしかして何かで流れてます、ね、流れてたかもしれないですね、うん、見たような気がします。黒人教会の熱気ですよね。はい、そうですね。あのみんなで聞かせていただきました、はい、あ、そうですか。ギャーっていう歓声が上がってたのが、でもやっぱりこう同じ曲を知ってるっていうことでそこでこうつながれる、誰もそこに知り合いも何もいないのに、このただみんなが知ってる曲を歌っただけで、なんか聴いてる方たちもまたこう飛び入りで歌った私もそこで一気にこうつながれるっていうのが賛美歌のすごいところだなと思いましたね。そうですね、あの昨年あのゴスペルのワークショップで、はい、あの取り上げていただいたワーシップメドレーってあったじゃないですか、はい、あの CD でその曲が始まった時にものすごい拍手が、それっていうのはやっぱりこう知ってる曲だからっていうこととね、うん、そうだと思います。なんかこう本当に一つになるっていう、そういう感じがありますね。そうですね、はい、賛美歌って全国共通っていうか、うん、全世界共通っていうか、うん、どの言葉でも歌われてるので、あの歌詞が皆さん分かってくれるのでいいですよね。そうですね、うん、説明しなくてもね。そうですね、うん、でも逆にこう若い世代はね、この賛美歌を知らない世代が出てきていて、で僕はこのやっぱり賛美歌もワーシップソングと同じように、はい、やっぱり歌い継いでいくっていうのかな、その次の世代にもやっぱりきちんとこう、あの知っていただきたいなっていう思いでいるんですけれども、なので、もう一曲ですね、はい、賛美歌を何曲か、皆さん本当に知っている有名な曲ばかりなんですけれども、ゴスペルの名曲とその賛美歌を、メドレーにしましたので、どうぞお聴きください。
魂の賛美シーズン2をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。右岩です。去年1年も本当に皆様のお祈りと励ましを本当にありがとうございました。今年も本当に、
心からの魂からの賛美がいっぱいいっぱいできる2013年になれたらいいなというふうに思っております。また東北の方、被災地の方にも続けて頑張って通っていき行こうと思っていますので、皆さんのお祈りと励ましを今年もどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、今日歌う歌は生まれる前からという歌を歌いたいと思います。聖書の中に神様は私たちが赤ちゃんよりもっともっと前の生まれる前から、そしてどんなにおじいちゃんやおばあちゃんになったとしても本当に大きな大きな守りの中に私たちはいるっていう、そういう変わらない神様の愛を、歌った歌です。では聴いていただきたいと思います。生まれる前から、みぎわさんありがとうございました。続いて、お一人ずつ、曲を歌っていただくんですけれども、じゃあまずお姉さんの方から。はい、陶器師の御手でという曲を賛美させていただきます。この曲は、沖縄の陶芸家の方のを訪れた時に、できた曲ですけれども、本当に神様の御手の中で私たちが作られ、目的を持って作られ、本当に何もないものだけどイエス様の手の中にある時に私たちらしく
神様のご計画の通りに、輝くことができるという、うん、曲です。じゃあ続いて吉村さんは。はい、私は God is gonna fix it っていう、曲を歌わせていただきます。この曲はもう何年前になるでしょうか、まあ、私が、まあ、初めてオリジナルというものにこう手掛けた頃に作った曲なんですけれども、まあ、私がクリスチャンになって一番やっぱりすごくありがたいなと思ったのは、失敗してもいいっていうことだったんですね。間違った選択してもいい、全部神様がそれを良きことに変えてくださる、全てのことが愛働きて益となるっていうことが、失敗続きの私だったのこう私をこう励ましてくれた、そのことをなんかこう伝えたいなと思って、そしてその曲の詩を書きました。僕もライブでね、いつも、はい、歌ってくださる時に本当大好きな曲なんですね。ありがとうございます。なので、今日聴いてくださっている、まあ、見てくださっている皆さんになんかこうパワーを今年の、また新しい力をこの曲を通してお届けできたらと思います。では2曲続けてどうぞお聴きください。
失っていつの間にか知らない道に気づかずに進んできてたなんて予定以外の状況まるで夢のようそれが現実だなんて There's always another chance もっと力はい、ありがとうございました。今年の、なんか活動のビジョンですとか、なんかこうそういうものは抱負みたいなのはありますか、西村さんの方から。そうですね。私はやっぱり今年はなんかいろんなミュージシャンの方となんかやりたいなっていう思いがあります。いろんなタイプの人と。はい、コラボしたりとか、あとはそうですね、やっぱり自分のソロの曲もいいんですけれども、やっぱりクワイア曲をなんかこう作っていきたいな。で、まあ、今ニューヨークに、まあ、せっかく住んでるので、 あちらとなんか日本をこう、まあ、つなげられるって言ったらあれですけど、まあ、両方で活動できるような、そういうこうどのような形になるか分かりませんけど、そこら辺を模索しながら前進していきたいかなと思っています。オリジナルのクワイア曲が本当に素晴らしいですよね。本当にありがとうございます。ぜひもっともっと生み出していただいて、ありがとうございます、はい、そうなるように、はい、コラボレーションっていうのもすごく面白いですよね。そうなんですよ、
なんか本当に自分も刺激になるし、はい、また私のこういったスタイルが違うジャンルの人にこう受け入れてくれる、受け入れられるっていうこともすごく励みになるので、また新しいあのなんか音楽スタイルというか、そういうものがこうまた新たに出てきたら面白いかなと思ってます。なんか昨年のクリスマスに、はい、あの舞台でその出演して、はい、ちょっと演技もしてっていうことだったんですけど、ちょっと小芝居が入りましたけど、どんなものだったんですか。舞台が教会 で、はい、でその教会のクリスマスのイベントをこうなんか作っていく中でこうドタバタ劇があって、でその中でのこう音楽パートみたいなので、もうリハーサルというそういう舞台設定でやらせていただいたんですけれども、あのバックがあのサキソフォンの4人グループ、サキソフォンカースっていう方たちと、あとまあピアノとドラム、それがすごく面白くてですね、なんかお互いにこうなんかやるよねうちらみたいな、なんかそういう感じ、意気投合って感じですかね。また次やろうよなんていう感じで、それがねすごくやっぱ刺激になって面白かったです。で向こうのバンドの方々もなんかすごい燃えてくださってですね、なんかゴスペルのこの熱い魂がなんか彼らをまた燃やしちゃったみたいで、すごくいい舞台でしたね。はい、もうなんかねこれから舞台とかいろいろ、いやどうなるでしょう、ね、活動、はい、活躍して、お二人は今年はどんな感じで。そうですね、今年は姉は、そうですね、あの西村さんを、憧れの西村さんを目指して本当にあのディレクション、福アイアのディレクションをディレクションをしなければいけないような、あの状況になったことがありまして、やっぱり自分がピアノを弾いて、でディレクションまではちょっと難しいですよね。そうですね、そうするとパワーいるよね。そうなんですよね、にこう、だからちょっと挑戦していこうかなと大丈夫です、はい、でもどうですか、2人でこう兄弟でそういう活動するというのは、何かこうお互いにこうやりにくいとかそういうところあったり。いや、あのやりやすいですよ ね、逆にね、何でも言い合えるから、なんかこうは初めはというか、もう実は活動して15年ぐらいになるんですよね。だから初めの頃はやっぱりこう、はい、少しぶつかったりとかっていうことがあったんですけど、今はもう何でしょう、それぞれのにこうまあ我慢してくれてるんですかね僕の、ちょっとこう本番前にこうちょっと緊張したりとか、そういったようなこともこう受け入れてくれてるのかなとか、なんか歌ってると、あの自分も兄弟で歌ったらどんな感じかなって皆さんこう聞いてる側でイメージするらしく、なんかイメージした後、あ、ないないないありえないとかよく聞きますけど、はい、はい、でも神様が導いてくださって、でもなんかお互いを見てるわけではないので、やっぱり神様に二人がこう見上げているので、なんかそういう意味では違和感がないというか、逆にこう他人同士でやるよりも、こう血のつながってる兄弟でやる方のがなんかこう通ずるものがあって、そこを超えるとやりやすくなるんですかね。西村さんと、はい、あの今回もご一緒させていただいて、なんか違和感ないんですよね兄弟兄弟、いや、なんかそれは何かなと思った時に、やっぱりそのスピリットがその本当に神様に向いているっていうところで、一つになれるっていうふうに思うんですね。で、なんかこうもしそれがこう技術的なことだったり、なんかお互いを見ちゃったりすると多分一致できないんですけど、なんか本当にストレートにね、なんかこう普段のレインボーと違うものを引き出してもらってそれこそこう相乗効果で、そうですか、いや最高に最高に幸せな、こちらこそ、はい、本当に光栄です一緒にご一緒できてありがとうございます。そしてまあこのスペシャル番組の最後に、はい、まあ対局ですよね、我を呼べばっていうこの、アワーゴスペルスタイルの、名曲ですね、
クワイア曲を、まあ、3人で、はい、あの歌わせていただくんですけれども、うん、これはどういうきっかけで、書いたんですか？きっかけは何かこう、何かのちょっと忘れちゃったんですけど、はい、まあ、書き下ろしの曲を欲しいと言われて、私 といつもパートナーでやってる加藤恵子さんが一緒に、はい、あの作った曲なんですけども、うん、まあ、ベースを全部聖書の言葉にして、そうですよね。でそれにあの、うん、最初私のソロでこう作ってたんですけれども、うん、ちょっとそれがこうお蔵入りになりそうだったのでもったいないと思って、うん、でそれでクワイア用にアレンジして、うん、そして歌い始めたのがきっかけでした、ね、みんな大好きですよね、クワイアの人たち。ありがとうございます、うん、サビのところでね、うん、本当に僕はこう心が震えるっていうかね、うん、それぐらいの感動を覚えましたね、うん、でそれはあのヨハネの3章16節です。うん、神は実にその一人を、くださったことに、この世を愛されたっていう、本当にそれがいわゆる本当のゴスペルだなっていうふうに思うんですよね、うん、はい、なので、この番組の、まあ、初めにふさわしいこのダイレクトなね、うん、あの御言葉を、持って、皆さんに、お届けしたいと思います。本当に今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、どうぞ今年もよろしくお願いします。お願いします。それでは最後の曲、我を呼べばどうぞお聴きください。He will call upon me. I will answer him. And I will be with him when in trouble. I will rescue. And Oh